ホームのザスパ群馬です。ゴールキーパー串引きです。酒井、瀬畑、高橋、田頭、風間、天笠、山中、千葉、川本、川田という11人です。アウェーのベガルタ仙台、ゴールキーパーは林です。奥山、小出、姿、内田、小内湯、ジョージ、松井、鎌田、佐良、合計菅原という11人です。スッと動き直して奥山、右の幅を取るのが小内湯。奥山からふわっと前線へ、こういうボールですよね。収めてシュートいきました。背負いながらシュート、菅原。田が粘る。姿の対応、ラインはまだ割っていませんでした。吐き出して手使ってキープして下から前を向こうというところですが、前で引っ掛ける。先場から高志良、田畑、先場左足、ここはただ林しっかりと見えていました。正面です。群馬今フォーから主の、ね、切り替えが非常に早くて、まあ、坂田選手から奪い切った後に、ね、あのしっかりサポートして先場選手がフィニッシュまで行きましたけど、ポストのところに姿がいて、菅原と合計が近いところ。オナユロングショー、姿、菅原、セルフ、こぼれ球、左足振りました。しっかりと準備してシュートまで行きました。相良龍之介、鎌田が入れてきます。ところはあえて誰も置かずに中央ファーから入るような形。ちょっと味方かぶった。群馬こぼれて鎌田、一旦戻します。相良、小出が拾う、引きつけて姿、クロス入れた。松井が中央で待っていました。ここはっきりと先場前に送ります。ラインを上げていく群馬。ゴールキーパーの林が出ます。オファールでしたが、その後千葉が削られたところのファールを取ります。お前向いた千葉、おかわした、アドバンテージ千葉、なんとか戻って送らせました。内田、風間、左に広げる、手前で天笠、山中を押し出した。山中のクロス、こぼれている、林止めた、それ高橋、いやファールです。群馬のファール。ただ決定機は来ました。ザスパ群馬、左から破っていきました。山中、左の内側から平松はタイミングを図っています。そっちの踊り、佐川、佐川右足、リフレクションあってコーナーキックです。天笠、高橋ユリア、坂田、ムート、内田がカット、中島、そのまま自分で行く、運ぶ、溜めます。あ、ただ前向いた、エロン、胸コントロール、エロン、いや、いや、2人でチャンス作りましたね。中島選手がしっかり前進したところでうまくね、酒井選手が逆取ってターンして、こぼれ球、ダイレクトに行きましょう。平松、ナイスブロックです。奥山、遠目から狙ってきました。弾道は結構期待感ありましたけどね。いや、今の枠行ってましたよね。先場、一旦下に奥山が狙っていた。山中、さらに、おお、ただ松下取る。奥山、真ん中、松井、チャンス、ワンタッチ、エロン、これはシュートだ、締め切り。エロン選手の素晴らしい連携からね、フィニッシュまで行きましたね。まだ拾う仙台、吐き出します。時計を見ました。タイムアップ、
最後は仙台の波状攻撃、まあ、くしびきのあの豪華のシュート、ナイスセーブもあって跳ね返し続けました群馬。クロスボールに対しても林もよくパンチしっかりと跳ね返し続けました。0対0、試合は引き分けに終わっています。